皆さんこんにちは。こんにちは。高橋貴子です。今日はですね、インタビューを、していきたいと思うんですが、私の、リブラクリエーションの認定コンサルタントのメンバーの一人で大西涼子さんをお招きして、今日はいろいろとお話を伺ってみたいと思います。涼子さんよろしくお願いします。はい。そしたらですね、一番まあ最初にですね、ご自身の自己紹介をですね、はい、こんなことをやってるのっていうことでちょっとお伝えしていただけますか。はい、はいはいはい、お話しさせていただきます。はい、京都江東区の方で米粉のパン教室を主催させてもらっております大西涼子と申します。はい、で主にですね、どちらかというとこれから教室をやりたい方とか、すでに教室をやってる方向けの講座をさせていただいているような形になります。はい、はい、現在は、米粉を中心にコンサルのウェブ講座も一緒にやってるって感じ。はい、そんな形なんですが、今年から妹が、アトリアールっていう私の教室の方に入ってくれたので、米粉パンの方の講師はもう妹に任せて、私は集客とか運営の仕方を主に教えてるような形になっております。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次のねご質問なんですけれども、今回、まあ、コンサル認定講座っていうことは、まあ、コンサルタント的な、集客も教えるとかウェブのことも教えるっていうことで入ってきていただいてるんですけど、それをしようと思ったきっかけっていうのはどういうきっかけだったんですか。はい、やっぱり米粉パンも教えてるんですが、ディプロマを渡しているので、やっぱり集客で悩んでるっていう相談が増えたんですよね。で、そういう質問を受けることが多くなって、やっぱり私がやってることは断片的にお伝えはできるんですけども、いざこうちゃんと教えたいなっていうのもすごく感じたっていうのが一つあったりするのと、あと、はい、言っていいと思うんですけど、企業塾とか本当に増えたじゃないですか。で、私の生徒さん認定講座取ってくださった方もそういう企業塾入ったりとか、あとは何だろう、集客できないのか自分の技術とか知識がないせいだと思って、どんどんいろんな資格、あ、じゃあ次米粉のパンはここで習ったから米粉のお菓子習おうとか麹習おうとかっていう資格ゲッターになっている方がすごく多く見受けられて、あ、そこじゃないんだよっていうのを、他の企業塾じゃなくて私ができたことをそのまま伝えてあげたいなっていう気持ちが、ふつふつと燃え上がったところが正直な気持ちだったりします。うん、で、そう考えている時に貴子先生がちょうどコンサル養成講座っていうのをスタートしたんですよね。で、正直なところ米粉パン教えるのでも時間がいっぱいいっぱい取られてたところだったから、どうしようって悩んでた時に、そのコンサルメンバーを見て本当に素敵な方たちが集まってて、もう尊敬してる先輩だったりとか、あと追いかけてる方とか、お仲間さんだったりしたので、あ、この中で私も学びたいって思ったので、本当ギリギリ滑り込みで申し込ませていただいたような形です。はい。はい。うん、ありがとうございます。はい。もともとね、生徒さんがそういう形で、だからディプロマを持っているようなタイプの先生は、うん、まあ、コンサル業的な部分もね、今後は併用になっていくんだろうなっていうのね。うん、うん、本当そうですよね。結局だって教室やりたいっていうと集客できないとね、教室が成り立たないからね。本当そうですよね。セットで教えることが普通になってくるんですかね。おそらくね。うん、はい。じゃあそういう点でね、まあ、2つ目のご質問なんですけど、うん、はい、教室のビジネスの転換点とコンサル業の融合っていうことで、まあ、妹さんがっていうちらりとそんなお話もあったんですけど、うん、はい、ご自身は多分他の方と違う経歴でそちら方向に行けてると思うんで、そのあたりをちょっとお伝えいただけますか。はい、はい、さっきねちらっとお話しさせてもらったんですが、もともと教室歴私も長くて13年とかさせていただいてるんで、はい、で、貴子先生の下で習ってで米粉1本に絞った形なんですけど、妹がそれこそ今年から、アトリアール手伝ってくれるようになったってところが大きいかなと思ったりします。で、妹自身も運良くというか教室やってたんですよね。パン教室また違う地域でやってたのが引っ越してきてくれて、タイミングがあったってところもあったんですけど、もう管理栄養士で、工事愛好家だったりするので、すごく私がやってる教室とうまく合致してしたんですよね。で、講師としてもすごくみんなからもうすぐ受け入れられて慕われてっていう形で、で、私のお伝えてる内容すべてこううまく吸収してくれて、講座もうまく上手に引き渡せたかなと思ってて、なので妹が米粉パンある程度こう任せれるなってなったので、今度は私自身がその先の経営とか集客をお伝えしたいなって強く感じたりしておりました。うん、
まあ、だから妹さんとうまくタッグを組みながら一つの教室として運営してるっていう、ちょっとね珍しいパターンですよね、うん、はい、そうなんですよね。でやっぱり一番伝えたいなっていうのは、さっきも言ったようにこうみんな気づいてないんですけど、パンの技術、米粉パンの技術をね伸ばすとと同じぐらい本当経営とか集客とか運営の仕方っていうのが大事かなっていうのは本当に感じてて、さっきあの13年前から教室やってるって話したんですけど、その時代と今って全然違いますよね。全然違いますね、うん、全然違う、みんなが上手になっていますもんね。そうそうそう、だから技術を追いかけすぎても集客ができないんですよね、うん、確かにそうかもしれない。教えることと技術学ぶこととまた別ですもんね。違うし、あとやっぱ数字見ていくことはまたちょっと違う視点が必要になるから、あの教室業もなんだろうな、近所の人集めて楽しくって先生って呼ばれてるといいっていう時代からちゃんとした職業に変わってきちゃってるんで、うん、そこでやっぱ経営の勉強とか集客の勉強とかはしっかりやらないと、今はなかなか探してもらえるっていうことも難しくなるぐらい教室が増えたなっていう印象です。本当この 2,3 年で教室増えましたよね。私も米粉パンっていう結構専門特化してるかなと思うんですけど専門特化にみんな集まっちゃったから専門じゃなくなっちゃった今やね、そうですよね。あの3年前にこうディプロマ発行した時はもう全然なかったから、教室増やしたいっていう気持ちで認定講座増やしたけど、今や本当に増えたなっていうのがあるから、やっぱりこう学んでほしいっていうのが強くなりましたね。まあ、時期にもよるっていうところはねあるかもしれないですね。はい、3つ目のご質問です、はいはい、今回ね、まあ、コンサル養成講座入っていただいて、あの学びとか気づきいっぱいあったと思うんですけど、はい、いっぱいありました。特にね3つをちょっと取り出してもらって どれっていうのをちょっとねなんか言ってもらえるといいかなと思うんですけど、うん、3つって本当にこう絞るの難しかったんです、正直なところ。本当に全てが学びになったなって思ったんですけど、一番感じたのはやっぱりどれだけ引き出しストックがあるかっていうのが大事だなっていうのはすごく感じてて、あと正解切り口ってね、高子先生いつも言われておっしゃってくださってるんですけど、一つじゃないなっていうのも感じてたんですけど、このコンサル養成講座でね、すごい良かった点っていうのは、高子先生の意見が聞けるっていうのはもちろんそうなんですけど、他のコンサル生の意見とか事例とかいっぱい聞けるんですよね。そこで私もどんどん引き出しストックが増えていって、生徒さんに伝えれることが増えたので、やっぱりどんだけこう引き出しストックがあるかっていう大事さが気づいたっていうのが一番大きかったかなと思います、コンサル業はもう引き出しでしょう基本はい、本当にですよね。この人だからこれ、この人はこれ、こっち人はって言うときは、こっち側がどんだけ答えの数をいっぱい持ってて、それをアレンジして伝えてあげられるかが多分力量になってくるから、やっぱり引き出しは増やし続けないといけないっていうことから考えると、確かにみんなで一緒に学んで、ね、何通りもの答えが出てきて、あ、そういう考え方もありか、あ、こういうのもありか、うん、でも聞けるのは非常にいい実践型だからね。実践型だったのが本当にありがたくって、あ、こんな事例、あ、他の先生のとこにいた生徒さん、うちもこんな質問されたとか、こんな事例あったとかって、やっぱり被るところもあったりするので、いろんなアドバイスできるなっていうのはすごく大きかったですね。はい。それが一個ね。はい。あとは？はい。あとは、そうですね。やっぱりこう、言いたくなるんですけど、すぐに意見とか、こういう時はこうした方がいいよって言いたくなるんですけど、まずは生徒さんにしっかりこう自分で考えていただくってことが大事っていうのはすごい思いました。もう、あ、なんでそこ行っちゃうかなとか、つい言いたくなっちゃうんですけど、でも生徒さんのね、いっぱいひねって頭考えてもらったからこそ、良い講座が生まれるし、ね、そのご自身の良さが、メリットが出てくるんじゃないかなって思ってて、でもそこでもやっぱり私もヒントもアドバイスも出したいから、やっぱり引き出しが大事だなっていうのは、そこにもまたつながってはくるかなと思います。うん、そうですね。うん、答えをね、言っちゃいそうになっちゃうんだよね、やっぱりね。なんか考えなんか苦しそうなのも分かってるから、で先生も3回目にこ、ね、出してあげるっていうところあるので、私ももう1回で OK にした人っていないかもしれない、うん、っていうぐらい、で
でも最初からやっぱり完璧なものを出す人ってそれは当たり前なんですけどいないので、そうそう、まずはしっかり考えてもらう、みんなさんの今動画インタビューとか感想インタビュー撮ってるんですけど、本当にあの考える時間が良かった、大変だったけど良かったし、そうそうそう、あの考えてしっかりやったものっていうのはやっぱ自分の身になってるから、発信する時とかにもその軸がぶれないんですよね、誰かから与えられたものをスルッとやっちゃうと自分の中に落とし込みできてないから上っ面な言葉になってで文章とかがハメになっちゃうから、うん、そうすると結局合ってない感じの匂いがしちゃうんですよ ね、 なんかね、その人の体感、うん、だからやっぱ絶対自分の中から生まれてくるものでやっぱやんないといまいちだなっていうのを思います、うん、その通りで、そことまた通ずるんですけど、本当に大事なのって先生もいつも言ってくださってる誰に何をのところだんだって思ってるんですよ。だから毎回生徒さんに聞いてて、えこれは誰のための講座とか、この方にどんな風な未来になってほしいのとか、やっぱりこう軸が決まってないと全てぶれてしまうので、一番最初のところ大事だなっていうのは、うん、そこが決まればデザインとかも全部決まっていく。その人がじゃあね、結構高齢の人なのか、うん、めちゃめちゃ若い子なのかって言ったら、どういう文章を書くのかも変わってきちゃうから、うんうん、そこを決めてもらってから発信の仕方、デザイン、キャッチコピーっていうのがどんどん順番で決まっていくので、一番やっぱり苦しむのって皆さん一番最初のところなんですけど、でもそこが決まればみんなスラスラと進んでるので、もうそこを本当に大事にしてもらってて、私自身も学びと気づきがそこだったかななんて思います、うん、なるほど、はい、うん、はいはい、そしてもう一個は、はい、あれ 3個いたかも、コンセプトの重要性、誰に誰をっていうところと、ちゃんと生徒さんに考えてほしいよっていうところと、うん、あ、そっかそっか、みんなの引き出しっていうこの3つが私の選んだ3つです。 OK、 わかりました。最終的に同じようなことなんですけど、はい、了解です、ありがとうございます、はいはい、で、これからですね、まあ、コンサルの方の領域も少しずつ増やしていくと思うんですけど、どういうタイプのコンサルタントになっていきたいと思ってますか。高校先生、コンサルタントっていろんな形があるよっていうのはいつも言ってくださってるんですけど、で私自身2年半前ですかね、高校先生に出会って人生が本当に180度変わったんですよね。そうで、やっぱり私自身も先生に会って変わりましたって言ってもらえることが増えてきたんですけど、私のところに来てくださる生徒さんって、まあ、教室の先生って皆さんそうだと思うんですけど、優しいんですよ。本当に優しくて、ギブギブ精神が強くて、そして自己肯定感が低いで、自分の良さに気づいてない方っていうのがすごく多かったりするので、その先生たちのまずはマインド、私が変えてもらったように、うん、高校にマインドを変えていただいたように、今度は私が生徒さん、未来の先生たちのマインドを変えて、その先生たちの強みをもっともっと引き出してあげれるようなコンサルタントになりたいななんて思っております、うん、なんかね、寄り添ってあげる感じのイメージはね、すごくねしてますよね、うん、でも考えてもらう、読みそうけど、うん、ちゃんと自分で考えれる人になってほしいっていう、うん、そうですね、でも自立していただかないとね、いけない、うんうん、そこはね、いいと思います。例えば、うん、あの教えたいって思うような人、もちろん人生変わったらいいっていうのは思うのは分かるんだけど、うん、こういうタイプの人を自分を教えたいなっていう年齢層とかタイプがあったら、そうですね、今教えてるのって、私自身が米粉パンで、米粉パン認定講座っていうのをやってたからっていうのは特にあるんですけど、米パンの先生が多いんですけど、基本的に今来てくださってる方は同じような方が多いんですよ、うん、で私自身が今子育て中なんですね。で今6歳になったから、6歳と3歳の子育てをしながら頑張って仕事してるんですけど、みんなになんかみんな言い訳に分かるんですけどね、子供がいるから今はちょっととかっていう気持ちは分かるんですけど、子供がいてもできるよ、自分の仕事ね、自分が楽しく働けるよ、教室楽しいよ、稼げるよ、ちゃんと稼げるよっていうのもお伝えしたいですね。十分稼げるほど稼げますからね。とんでもございません、とんでもございません。でもやっぱりこう気持ち楽になるし、できることがどんどん増えてくるので、うん、あのお金のブロックある方もすごく多いので、多いですね、多いですね。だからなんだろうな、今のこの世の中っていうか、今の環境が全然変わっちゃったから、そのディプロマを自分で発行するとかっていうことも含めてね、うん、そう考えると教室業の1000万って難しくなくないと思いません？
まあ、でも私は先生の下で学んだから難しくないくなりましたけど、やっぱり他の人にとっては全く学んだことがない人にとって1000万って多分難しいと思う。思います。思うよ。大丈夫ですよ。だからあの今そういう職業になりつつあるのが教室業だなっていう感覚があるから、まあ、例えばじゃあ1000万が普通だったとしてもママでも500万って言ったらありでしょって感じから考えると、うん、まあパートとかで外に出て短い時間働いて帰ってきて子供の世話するよりは、ね、うん、時間自由に使えてっていうことはやっぱ教室業っていうのは子育てのママでも技術と、ね、機能と、まあ、それをやっていこうって頑張れるものがあるんだったらいい職業だと思いますけどね。本当にそう思います。そしてまた家族も変わってくるんですよね。自身が稼げるようになると、うん、夫がすごい変わったなって思うんですけど、今まで変わったのうちの夫、そもそもが、ま、コロナ禍もあってもともと横浜にだったんですけど、それが東京に移動になったっていうのもあって、帰ってくるのが早くなったっていうのもあるんですけど、はい、本当に私が忙しくなって子育てにすごく協力的になったんですよね、うん、やっぱり私今までも教室やってたけど、ここまで協力的じゃなかったのはちゃんと私が仕事としてやってる姿が気づいてくれたからかな。まあ実際に実的に数字もあるからねそりゃ自分もあれだけど手伝うわになるよね。うん、協力してくれるようになったなっていうのは大きいですし、うん、時間もね、それこそ去年はすごい忙しかったですけど、元が入ってくれたこともあるし、ね、いろんな講座をプラスでやれることもあって、やっぱり時間的にも余裕ができたっていうのもあったりして、そうだからもうママさんでもちゃんと形仕組みができたら難しくないよっていうのをすごく伝えたいな。そうだね、だから短時間でも稼げる可能性が高いよね、うん、ちゃんとできればだよ、うん、できればそこに行くまでのところの構築はまあまあ頑張ろうかって感じになりますね、うん、だから本当一番最初ですよね。だから私ももともと幼稚園に預けてたところを保育園に変えてってところから立ってるんですけど、やっぱり子供を子育てしてるのと仕事してるのって私の中では子育ての方が大変なんですよ、うん四六時中ずっと子育てしてるのと、そうだね、要は私楽しい仕事しか今してないので、楽しい仕事をさせてもらっててお金ももらえてるわけなんですよね。だからもう、うん、みんなに伝えたいこのやりがい、そうなんですよ。そうだよね、うん、だから本当に私も子育てしながらね仕事をやってる人って自分子供がいないから本当すごいなっていうふうには思うんですよ。だからそのコントロールでほら心が病んじゃう人もいるじゃないですか、うん、ね、忙しさで子育てでなんか社会と断絶された気がするとかって、うん、でも自宅で何かをやるっていうんだったらその領域とかでもやれることは結構いろいろあって、本当にネットとかオンラインっていうのは味方にしておくのに越したことはないですからね。いや本当にそうだと思うんですよ。ママさんこそオンラインだと思ってて、やっぱりこう子供がちっちゃいと部屋って1日で荒れるんですよねやっと片付けたのにまたガチャってなるんですけど、要はオンラインだったらここだけ綺麗にしとけばよくって、今日もインスタライブしてやってたんですけど、もう下もうおもちゃであガチャあ聞こえちゃったかなみたいな感じだったんですけど、その中でもできたので、そうそう、オンラインママさんにこそオンラインでレッスンできることとかもしっかり教えてお伝えできたらなって思って、うん、いいですね、うん、まだまだね、すごい可能性はね、あるような教室業っていうところなんでね、うん、いろいろ皆さんちゃんとね、学んでいただいて、経営とかウェブ集客とかもね、していただきたいなというふうに思いますけどね。うん、はい。じゃあ次のご質問ですね。はい。コンサルタント養成講座、今回の講座はですね、まあ、ご自身も選ばれてるわけなんだけれども、はい、これからやりたい人がいたとしたら、どんな人ならおすすめしたい講座ですか？すごい考えてたんですけど、この前、みんなコンサルメンバーと、皆さんと合宿したじゃないですか。合わせてみんなで行ったんですけど、まあ、初めて会う方も行ったりとかそこでしたんですけど、もう共通して思ったのが、みんな1個聞くと100返ってくるみたいな。
もうギブギブ精神がすごい、そこまで聞いてないけど、そこまで教えてくれるのみたいな。もう、皆さんです。共通しているの、ギブの精神、すごいと思って。面白い。1個聞くと100返ってくるだけ。本当に、もうちょっと USB のこれ聞きたかっただけなのに、みたいな感じで、でも、これもいいよ、あれもいいよ、みたいな。ね、Mac のこと教えてたら、もうこれもいいけど、まあまあ、りょうこちゃんまだこっちかな、みたいな感じで、いろいろこう考えてくれて、値段まで調べてくれたりとかして。おかしい。みんな優しい、そんな感じだった。寄ってたかって優しいって感じね。みんな優しい。だからこう、ギブギブ精神が強い方って、やっぱりコンサルタントに共通してるなっていうのは、すごく感じたところだったりします。ね、助けたい、救いたいっていう系のは、教室の先生よりもさらにまあ強い部分はあるかもしれないね。うん、あとは、やっぱりこう、感謝できる人、もうなんか一つ言うだけで、あ、こうしてきました、もうありがとう、すごいじゃないですか、皆さん、いつもありがとうございますとか、感謝すごいなって思って、一個一個に感謝できる人っていうのもコンサルタントにはやっぱり必要なのかなと思ったりします。何かその、うん、多分なんだけど、なんていうのかな、感情の感度が高い人だから、変にメンヘラとかそういう意味じゃなくて、うん、感謝っていう方向に対しての感情の感度が高い人は向いてるな、うん、感覚ですね。うん、そうだと思います。そう、あとはみんな行動力ありますし、セスライブやってたらみんな行くじゃないですか。まあ、じゃあ私も待って、私も頑張るみたいな感じ。じゃあ、みんな行くんだなみたいな感じで私も行きたくなるし、そう、軽い、フットワーク軽い、皆さんコンサルメンバーで。そうですね、そこは必要かもしれないね。サクッと動くっていう感じ。だってね、場合によっては自分が規範とか模範を見せなきゃいけないわけだから、そういう意味ではやっぱ皆さんよりも先に行って背中を見せていかなきゃいけないから、やっぱフットワークが重たかったらそれできないですからね。そう、もうなんかじゃあすぐやるみたいな感じの方がもうみんな共通して、コンサルタントの方ってそうね、だなぁなんて思ったりするのと、あと先生もね、よく言ってるけども、マインド 99% 100% よみたいな話はよく言われてるかなと思うんですけど、本当にマインドですよね。コンサルタントは特にマインドなんじゃないかなって、先生以上にそうなんじゃないかなっていうのは感じてたりはします。思いますね。うん、自分自身がそうだし、結局それを見てあげる人もね、そこを引きずられるようにゴロゴロ落ちてったら困るわけだから。うん、そうですね。そこは自我っていうものをしっかり持たないと、うん、いけないっていうのは確かにあるかもしれないね。うん、はい、ありがとうございます。最後ですね、質問ですね、はい、今後のご自身のビジネスの展望と未来の理想の姿はどんな感じを考えてますか？でもなんかさっきもちらっと話してたんですけど、もう私今幸せすぎるんですみたいな話をしたじゃないですか。そう。なので、本当に休日ありがたいことに夫が子供たち面倒見てくれて好きな仕事させてもらって、これって当たり前じゃないんだなっていうのは本当に感謝してるところだったりはするんですけど、でもずっとこうではね、ないとはもちろん思ってるんですけど、常にチャレンジできる自分でありたいなっていうのが一つあったりします。で、高子先生が今は私たちにチャレンジするところをすごく見せてくれている。そう、私たちもチャレンジできてるなって思うので、今度は私がそうなりたいなっていうのはすごくですね。チャレンジする良好してる、チャレンジしてる私で、私に足りないとこってまだまだ正直 いっぱいあるなっては感じてるんですけど、それも含めて皆さんにお伝えできて、でみんなが、私が高子先生に憧れてるように、今度は私の受けてくださったクライアントさんが私に憧れてくれるように、私を見せてくれるような人になりたい。憧れ良好ね、憧れ良好に目指したい。そこ、自分のスキルがね、どんどん上げていかなきゃなっていうのは思ったりします。で、身近なとこだったら、11月に懇親会を受けてくださった、ウェブ集客受けてくださった方、コンサル受けてくださってる方と集まるっていうのを企画してるんですけど、もう嬉しいことに、九州から福岡から来てくれたりとか、愛知、静岡、もうみんないろんなところから集まってくれるっていう懇親会が今度11月に、まあ、コロナが今みたいに落ち着いてたら、開催しようかなっていうのが11月。いいですね。うん、そこで先生がやってるようにカメラマンさんも呼んで、ちょっとよかったらみんなの写真プロフィール撮ってあげて、いいですね、でなんなら私の米粉パン焼いてみたいなのを企画ですね。そういう、なんだろう、オンラインでつながってるんですけど、オフラインの会もどんどん増やしていきたいななんて思ってたりしますかね。素敵、いいですね。実はね、私パン教室の時に、女神のパン教室とかっていうのをやって、コンセプト、まあ、ディズニーランドみたいな形で、一回来て楽しかったらまた来たくなるっていうのをパン教室のコンセプトにしてる、うん、
だからいろんなことが、で次何やんのとか、例えば、うん、このエリアはこう、こんなエリアはこうとか、いろいろあるじゃないですか。うん、そのエリアとかが、なんかどこが何しろ、改装しょっちゅうやってるでしょ、ディズニーランド。うん、そういうイメージの教室をもともと運営したくて、だから何が起こっても不思議じゃないみたいな感じ、パン教室だけどいろんなことが学べるみたいなところをもともとやってたんですよ。で、女神をもともとやったっていうのはね、自由の女神ってあるでしょ、ニューヨークの、はい、あれを基本モチーフにしてるんだけど、私 の, テーマ、人生のテーマは自由だから、リバティがテーマなの。だから、はい、リブラクリエーションもリブラが入ってるし、アトリエリブラもリブラのリバティの LI が入ってるんだけど、すべてに LI とか L が入ってるんですよ、うん、私の事業体は。ルノルマンクリエーションもそうだし、全部リプラスも全部 L が入ってるんですよ、うん、その女神って松明持ってるんですよね、あれ、うん、持ってますね、うん、でここのトゲトゲあるでしょ、自由の女神、はい、で7つのトゲトゲがあって、7大陸全世界にある、その世界に灯火を灯す、灯火を持った女神なんですよ、あれ、自由っていう部分で、それで松明ってほら火分けてあげると、その分けてもらった人がその松明持って次のとこ行けるでしょう、うんうんうん、そうすると明かりがどんどん増えていくじゃないですか、うん、だから私がコンサルになって皆さんを教えるっていうことになった時に、松明の火を分ける感覚なんです。でまたその火を持って照らして、でまたその火をやってもらうと日本全国も世界も明るくなるよねっていう思いも込めて女神なんですよ。だから女神の灯台になるって言って、最初の日でいいんだけど、その日はみんながもらってくれるといいから、自分が憧れられる存在になりたいなって陽子さんが言ってくれた、うん、それが私はだから、あ、日が渡ったって思って、またそこから先に日が渡るといいなと思って、嬉しい。そうですね、本当に先生の思い伝わってます、私そう、それ、いや、それが陽子さんだけじゃなくて、うちのメンバー割と皆さんそういう思いをね、うん、ちゃんと組んでくれて、日がだから今明るくなってきてるんですよ、あっちこっちのこう。そうですね、でその人がまたその日を自分のクライアントさんに渡してあげると、うん、なんかそこら辺ふわーっと、いいですね、明るい感じでしょ、手がいっぱい明るくなる、あ、いいですね。暗い道でもみんなで通せば明るくなるから、うん、歩きやすくなるんじゃない、うんうん、まあ、そういう意味も込めてね、そういう方になっていっていただきたいなと思ってるし、実際にそういうふうに歩まれてるっていうのは私としても非常に嬉しい、うん、です、はい、ありがとうございます。頑張ってください、はいはい、頑張ります、はい、ありがとうございます。で、今日はですね、認定コンサルタントの大西涼子さんインタビューでお招きしてお話ししていただきました。はい、涼子さんありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。はい。